隣のおじさん。雨と風が強い日の深夜2時頃に目が覚めた。風の音があまりにものすごいので、カーテンを開けて外の様子を見てみると、隣の家の庭に誰かがいる。時間が時間だけにちょっとビビったんだけど、よく見てみると隣のおじさんだった。おじさんって言っても70代で、隣にはあと奥さんと息子さん夫婦、小学生の孫2人が住んでいた。で、そのおじさんが激しい雨に打たれて庭に立っている。俺は正直、その人がボケちゃったのかなと思って、夜中だけど家の親に言いに行こうかと思った。俺は気味が悪くなってカーテンを閉めた。でも、やっぱり好奇心には勝てずに、今度はカーテンをほとんど開けないまま、隙間からそっと覗いた。まだそのおじさんは雨の中。で、ふと隣の家の窓。部屋から庭に降りれるような大きな窓だった。その窓を見ると、そこには、隣の家の住人がみんないた。表情は見えなかったんだけど、前に小学生2人で、その後ろに奥さんと息子夫婦、並んでじーっと見てる。鳥肌がバッと立って、怖かったよ。もうその日はすぐに寝た。なんか、すごく怖かったんだ。変なおじちゃん。知り合いの話。彼女は幼い娘さんを連れて、山菜採りによく出かけているのだという。その日も彼女は、二人で近くの山に入っていた。なかなかの収穫をあげて、下山をしている途中でのこと。いきなり娘が足を止めた。前方、麓の方をじっと凝視している。どうしたの？と聞くと、あのおじちゃん変、だという。山道の前方を見ると、確かに小さな人影がこちらに向かってきていた。上下とも黒い服を着ていて、白い軍手がまるでそこだけ浮いているように見える。見るところ、鉢よけ用の網がついた麦わら帽子をかぶっているらしい。背中には大きな竹かごを背負っているようだ。しばしばそこいらあたりで見かける農夫の姿と大差がなかった。何が変なの？失礼なこと言っちゃダメよ。彼女がそう悟すと、娘は強情な顔をして首を横に振り、奇妙なことを言う。だってあのおじちゃん、さっきまで頭がなかったんだよ。私たちを見て慌てて背中から頭を出して体に乗せていたんだもん。さてはカゴから麦わら帽子を出した動作をそのように見たんだな。そう考えた彼女は苦笑して娘の頭を撫でた。とにかく失礼なことを言ってはダメですよ、と釘を刺す。しばらくしてその人影とすれ違った。親子は快活に挨拶をしたが、相手は軽く会釈をしただけだった。目を合わせたくないかのように、うつむいたまま、無口で横を抜けていく。えらく不愛想な人だなと思って、彼女は
相手の顔をじろりと見た。次の瞬間、ひどい違和感を感じる。なんだろう。すぐにその理由に気がついて、全身が凍りついた。網の奥、麦わら帽子の下の顔。そこにあったのは、マネキンの頭部だった。足を止めるのも恐ろしく、娘の手を引いたまま、下り坂を歩き続ける。背後の足音が小さくなっていくのが、無性にありがたかった。ふもとについてやっと振り返ると、すでにさっきの男は影も形も見えない。腰が抜けてへたり込むと、彼女に向かって娘が言う。ほらね、言った通りだったでしょ。娘は鼻を膨らませ、誇らしげに胸を反らしている。どうだ、と言わんばかりのその姿に、彼女の恐怖心も無賛してしまって、思わず苦笑してしまったのだそうだ。以来彼女は、娘と二人きりで山に入らないように注意をしているという。挨拶。新居に越してきて一週間、アパートの他の人に挨拶をするために、個数分のお菓子を用意したんだけど、なかなか会うことができません。先ほどアパートの裏側を見ると、2階で窓が動いて、開いた隙間から手が見えました。やった。まだ挨拶をしていないお家に人がいる。私は急いで自分の部屋からお菓子を持ち出して2階に。チャイムを押してしばし待つ。誰も出てきません。もう一度チャイムを押して耳を澄ますと、チャイムが壊れているのか音が鳴っていないようです。困りました。仕方がないのでドアをノックして、こんにちはと言ってみましたが、やはり反応はない。ふと郵便受けを見ると、チラシが一枚挟まっていました。でもこのチラシ、うちには一週間前に入っていたものです。どうして引っ込めないんだろう。チャイムも鳴らないし。窓を見間違えたかと、また裏に回って確認をしましたが、やはり窓は少し開いていて、さっき訪問した部屋に間違いはありません。手が見えたことが見間違いで、本当は留守なんでしょうか。まさか。聞くに聞けない。私が聞くに聞けなくて困っている。ほんのりと怖いような気がする二つの出来事。半年前から勤め始めた店の事務所。狭い部屋の割に、どういうわけだかかなり古い三輪車が置いてある。ずっと不思議に思っていたんだけど、誰も気にしていないようなので、聞くに聞けなかった。最近になって、店のオープン準備を任せられるようになった。朝一番でタイムカードを押して、事務所のドアを開けると、必ず入り口を塞ぐように、その三輪車が置いてあるんだよね。ローテーションによっては、ラストまで残ることもあるんだけど、わざわざ移動させているのを見たこともないし、これ、何なんだろう。友達が住んでいるアパート。これまたどういうわけか、お風呂場に森状がしてあった。人死にがあった部屋というわけでもなく、新築なので、友達が最初の住人のはず。これはちょっと気持ちが悪いんで、何これって聞いてみたんだけど、別に大したことではないとはぐらかされてしまった。気になったのは、
シャンプーも石鹸も何にも置いていないお風呂場。人づてに聞いた話だと、彼は近所の大きな銭湯に通っているらしい。別に大したことではない。些細なことのためにお風呂場に盛り状なんかをして、わざわざ銭湯に通う理由。なんか聞くに聞けないけど怖い気がする。